どうも斉藤紳士でございます。さあというわけで今日は雑談会なんですけれども、改めてね、芥川賞の贈呈式第171回芥川賞の贈呈式に行ったということをちょっとお話しさせていただきたいというふうに思います。というのはですね、まあ、ちょっと急ぎで、こういうのはもうスピード感だと思ってですね、まああれまあまあまああまりね、どこでやるかとかはちょっと言えないので、まあ、結構こう守秘義務があって言えなくてですね、でまあ情報解禁、まあその贈呈式をした時にはもう記者がね、どんどんこう、情報をリリースしますから、するとバーッと出てくるわけで、そうなるともう別に言ってもいいというね、どこで何時何分何秒何分前にですね行われたかと、贈呈式の方がね、それは別に言ってもいいということで、まあ情報解禁になった途端に、やっぱり言いたいね、しかし編集もある、ということで、まあできるだけその日のうちにということで翌日にね、ちょっとアップさせていただいたんで、風呂上がりにね、あれもうほんとクタクタ、もうバスはもういい、もうバスはいい、やっぱり新幹線だ、いやちょっとね今回はまあ、スケベ心が働いて、スケベ心ってことはないですけど、まあ、ちょっと安上がりで行ったろうかなみたいな思いましたけど、もうこの年でね、もう 長時間バスに乗るのはもうしんどい、もうきつい、で体中がべっとりになりますし、ちょっとこれはきつかったな今回はね。ということで、まあなんか駆け足で振り返ったもんですから、あんまりちゃんとこう言えてなかった とことか、まあ、いろいろありまして、でまあもう2回目ですから、ちょっとねこなれてきて、まあ、いろんなところも見れたなというところで、お話したいんですけど、まずまあ授賞式があると、で、まあ、こと細かに言う必要はないんですけども、まあ続いてね、でまあ、最初に、贈呈式、まあね、時計ですか、懐中時計とかね、そういう、まあ、賞金商品の授与というのがあって、その後選考員の先生方の、ね、お話があるんですけども、前回の九段さんの時は、平野啓一郎さんがおっしゃっていて、今回は奥泉さんだったんですよ、奥泉光さんで、うわ奥泉さんだと。であの人はね、まあ、伊藤聖子さんと一緒に、まあね、表に出るような活動もされてたりとかも、まあ、昔ねしてたんで、やっぱり喋りはうまいですし、ね、非常に、面白い内容を話されてたんですけど、やっぱり言ってたのは語りを言ってました、はい、語り口、語り口が面白かったどっちもみたいな感じで、やっぱりね僕はそれをこうここで言うと、コメント欄とかでよく、語りってそんな重要ですかとか僕に言ってきたりするんですけど、僕は別に僕が言ってるわけじゃないんで、あくまで奥泉さんがすごくそこにこだわってるっていう話です。で僕のこのチャンネルを見られてる方の中には、公募勢の方もいらっしゃると思うので、奥泉さんが選考員でいらっしゃるところは語りっていうのはすごい大事ですよっていうお話をしてるだけです。別に僕は僕の意見じゃないんで、語りがどうっていうのはそんなに重要ですかとか言われて、いや僕に言わないでよって思うんですけど、奥泉さんは言われてるんです。でやっぱりおっしゃってましたそれは、なのでまあそれは非常に、あ奥泉さんっぽいなというふうに思って、聞いておりました。でその後、直木賞のね一穂さん、に当ててのですね、宮部みゆきさんの、もう嬉しかったですよ、宮部さんが赤いドレス着てました、うわ宮部みゆき、この間俺が文豪伝で取り上げたこと知ってるかな、知ってるわけないんですけど宮部さんがねいてはって、で僕は宮部さんはやっぱ作品も読んでますけれども、ラジオでね、爆笑問題さんのラジオで出た時のもう本当に繰り返し聞いてて鼓膜ちぎれるぐらいですねどんなんやねっていうことですけど、聞いてたので、うわあの声やと思ってすっごい嬉しくて、でまあ本当にね、なんかね宮部さんにあんなこと言われたら確かに泣けるなっていうぐらい上手に褒めてたんですよ。でそれは嬉しいだろうなと思うんで、一穂さんちょっと涙ぐんでらっしゃって、すごいいいねスピーチだったなというふうに思って、でそっから受賞者のスピーチになるわけですけども、朝比奈さんね、まあ僕は直接喋っての感想なんですけど、あの方ね実に語りがうまいです、喋り方めっちゃ喋りがうまいんですよ。で普段の肩の力が抜けてる朝比奈さんは
すごくね、うまいなこの人喋りがって思うような喋り方するんですけど、本当に壇上の時はやっぱ緊張もあると思うんですよ。だからゆっくり喋ってはって、僕がこの栄誉ある賞ぐらいの感じで本当にゆっくりと喋ってるんですけど、でもぐーっとね引き込まれる喋り方で語っていたこと、まあこれはもうね言ったんであれですけども、まあ、非常に素晴らしいことをおっしゃっていて、なんか引き込まれたんですよね。で、カンペなしです。カンペなしで読んでます。そこすごく素晴らしい。で、松永圭三蔵さんは、まあ、ちょこっとねこうカンニングをしながらですけれども、本当にこれ見事なスピーチで、まあ結構いろんなところでドストエフスキーの罪と罰っていうのが、まあ、自分のその文学の目覚めというか一番最初に母親に勧められて読んだ本だと、なんだと思って読んだのがもうすごかった、ドハマりしたっていうところで、まあ、これ結構いろんなところで言ってるんで、その話をまた始めたから、ああまたこの話しはんのかってちょっと思ったらですね、今日はね父の話をします。僕はカラマーゾフは書けませんみたいなこと言って、この、バリ三公は、罪と罰を意識して書いたと、まあ、もちろん全然その意識っていうのはその真似したとかオマージュとかそういうことじゃないですよ、あくまで念頭に置いてぐらいだと思うんですけれども、で僕にはカラマゾフは書けませんって言ってブワーッと喋ってはったのがもうかっこよくて圧巻でしたよ。で、まあ、お父様はねすごくとにかく普通に生きろと、もうでもね僕それも正解なんですよね。人生生きていく中で普通に生きろ、特別なことはするな、とにかく日常を淡々と生きろっていうのも僕は生き方としてもう正解だと思うんですけれども、でもね松永さんは芥川賞を受賞するぐらいのもう言ったら普通の人ではないね、選ばれた人にしかできないような、特別なこう人生っていうのをバーッと歩んでらっしゃる時にお父さんは本当に悟すかのように、浮かれるなと、普通に生きろと、とにかく普通に生きろね。でもあの芥川賞の受賞するかどうかっていうのもあの電話するからって言ったんですけど、電話したんですけど電話出なかったりとかね、すごいもうとにかく日常淡々と俺は行きたいんだみたいなお父様のお話をしてですね、父は当然今日もこの贈呈式には来ておりませんって言うんですよ。日常生きてはんねやと思って、でもそれってちょっとすごいなと思って僕は鳥肌立ちましたね。なんかね、うわーすごい話やなと、だからすごい良かったです。はい。で一穂さんもねすごいスピーチ良かったですし、贈呈式の時にね何度もこう確認したんだそうなんですけどもね、こう商品とか商品を2回受け取るんですけども、1回目受け取った時点で帰ろうとしたんですよ。でちょっとあんだけ見てたのにって言ってて、そこをすごい受けてましたけど、というようなことがあって、でまあその後、じゃあご歓談をみたいな感じで、まあ、そこで、お話しするんですけど、まあ、でもまあ列がバーッとできるんでなかなか会えないね、まあ、今回朝比奈さんに割と早めの段階、もう前回学んでますから、前回九段さんの時は僕はもう並んでる時にね蛍の光がすごい大音量で流れ出して、あやばいやばいパチンコ屋やなんやからと思ったんですけどもね、すんごいでかい音で蛍の光を流されて、早く帰れってなもんなんでね、まあ、今回はそれなく、きちんとお話もできたんで、まあ、よかったなというふうに思いますけど、まあとにかくですね、貴重な経験をさせていただきました。そしてやっぱりこう頑張らねばならぬ、というふうにも思いました。もう、ね、いつまでも招待されてても仕方ないぞこれはと、これは自分が向こうに行かないとというふうに思って、思いましたので、まあ、本当にモチベーション今上がっておりますんでね、しっかり頑張っていきたいと思います。どれぐらい時間かかるか分かんないですけど、あんまりねこの年になってね、ああどれぐらい時間があって焦ってもしょうがないんで、まあ、ゆっくりしっかり自分の作品を書いて、なんとか世間に世の中に認められるようになればいいなというふうに思ったということでございます。はい、少しでもこの興奮をね皆さんに、分けれたらいいなということで、ちょっとお話の方をさせていただきました。芥川賞の贈呈式後期ということでございまして、だらだらと喋らさせていただきました。いつかは自分がというふうに思っております。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。